歴代史第一の二十三章ダビデは老年を迎え長寿を全うしてその子スロモンをイスラエルの王とした次いで彼はイスラエルのすべての司祭司レビ人を集めたレビ人のうち三十歳以上の者を数えたところ一人ずつ人数を調べた合計は三万八千であったそのうち市の宮の仕事を指揮する者は二万四千 つかさとさばきつかさは6,000そして4,000人は門縁となり4,000人は私が賛美するために作った楽器を手にして死を賛美するものとなりなさいそしてダビデは彼らを組み分けたデビー族をゲルション、ケアテ、ムラーに分けゲルション人をラダンとシムイに分けたラダンの子はその頭エヒエルとゼタム ヨエルの3人、シムイの子は、えー、シャロをミテ・ハジエル・ハランの3人、これらはラダンの一族の頭であった。シムイの子はヤハテ、ジザ、エウシュ、ベリア、これらの4人はシムイの子であった。ヤハテはその頭、あジザはその次であったあー。エウシュとベリアは子供を多く持たなかった。そこで父の家にいて同じ役に就いた。 キャーテの子はアムラムイツハル、ヘブロン、ウジエルの4人アムラムラの子はアロンとモーセ。アロンは死生児を性別するために取り分けられた。それは彼とその子らが徳しえまでも死の前に子を焚き死に仕え死の皆によって徳しえまでも祝福するためである。神の人モーセの子孫はレビー部族の者として名を呼ばれた。モーセの子はゲリシオムとエリエリゼル。 エレームの子は頭がシャ,シャブエルエレーゼルの子は頭がレハブヤエレーゼルには他に男の子はなかったレハブヤの子は非常に多かったイツアの子は頭がシャロミテヘブルの子は頭がエリア第2はアマルヤ、第3はヤハジエル第4はエカムアムウジエルの子は頭がミカ第2はイシヤ メラルの子はマフリと虫マフリの子はエルアザルと騎手エルアザルは死に彼には息子がなく娘だけであったので彼のいとこである騎手の子らが彼らをめとった虫の子はマフリエデルエレモテの3人これはそれでれその家に属するデビ族で20歳以上になり主の宮の方針の仕事をしたものであり一人一人その名が 数えられ、登録された一族の頭たちであった。ダビダはこういったからである。イスラムの神、主は見た目に安息を与え、トコシでもエレサムに住まわれる。レビー人も幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。これからはダビダの最後の言葉に従って数えられた2歳以上のレビー族の数である。彼らの役目はアロンの子らを助け、 庭のこと、脇部屋のこと、極、えー、めて聖なるものとすることに関する神の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである、えー、並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、えー、種を入れないせんべい平鍋、えー、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること、たって朝ごとに塩を褒め伝え、賛美し、夕べにも同じようにすること。 安息日、新月の祭り及び礼祭の時に定められた数に従って絶やさずに死の前に捧げる死へのすべての前所のいけねえのこと彼らは天幕の彼らは会見の天幕の任務政治の任務及び死の宮で奉仕をする彼らの同族アロンの子らの任務を果たさなければならない。